どうも、アメージングメガネストライキのショーです。はい、早くも第3弾ですね。まあ、今回もね、いつも通り、まあ、怖い時も、まあ、怖くて、まあ、気持ち悪かったり、まあ、そういうゾッとする話をしたいと思います。今回は私の祖母が体験した話です。その時はね、まだ私は、まあ、小学校の、まあ、大体、まあ、6年生ですかね。6年生のガキの頃の、まあ、話で、まあ、私、まあ、当時小学生だった私はいつも通り、まあ、学校にね、行ったわけですよ。今、取り壊、今ね、なくなりそうなんだよね、その小学校は。まあ、通ってた。ね、まあ、いつも通り、行ったんですよ、私はね、その当時は。で、大体は、まあ、学校にいた後は、いつも祖母は、まあ、部屋を掃除してくれるんですよね。そう、部屋を掃除してくれるんですよ。で、まあ、いつも通り、私の部屋に行って、まあ、掃除をしようとしたんですって。で、そしたら、ちょっと、ふと、ベッドをちらって見たら、学校に行っているはずの、まあ、私が、ベッドで寝てるっていう。で、祖父は、一瞬、って、なんか、二度見っていうか、ちょっと、って、一回、フィルムをもう一回見たら、いなかったっていう。これは、なんていうのかな。なんか、生き量というか、なんか、あるらしいんですよ、そういうやつが。うん。まあ、という話です。特にこの後は何もないわけで、とにかく、学校に行ってるはずの私が、ベッドで寝てるっていう、ちょっと変な話ですね。今回はちょっと非常に、早い話です。もしもこのことにしてる人がいたら、ぜひコメント欄に書いてください。今回は、まあ、こういう話です。もしも「とか「何それ怖っ」って思った人は、まあ、高評価。もしもこの話が怖かったり「うわ」ってなった人は高評価。もしも、まあ、この話が別に怖くねえじゃんって思った人は、バッと、とにかく、お願いします。では、今回は、これ以上です。やっぱり、まあ、怖い時も、まあ、怖くて、まあ、気持ち悪かったり、まあ、そういうゾッとする話を、したいと思います。今回は私の祖母が体験した話です。その時はね、まだ私は、まあ、小学校の、まあ、大体、まあ、6年生ですかね。6年生のガキの頃の、まあ、話で、まあ、私、まあ、当時小学生だった私はいつも通り、まあ、学校にね、行ったわけですよ。今ね、なくなりそうなんだよね、その小学校は。まあ、通ってた。ね、まあ、いつも通り、行ったんですよ、私はね、その当時は。で、大体は、まあ、学校にいた後は、いつも祖母は、まあ、部屋を掃除してくれるんですよね。そう、部屋を掃除してくれるんですよ。で、まあ、いつも通り、私の部屋に行って、まあ、掃除をしようとしたんですって。で、そしたら、ちょっと、ふと、ベッドをちらって見たら、学校に行っているはずの、まあ、私が、ベッドで寝てるっていう。で、祖父は、一瞬、って、なんか二度見っていうか、ちょっと、って、
一回フィルムをもう一回見たらいなかったっていう、これはなんていうのかな、なんか生き量というか、なんかあるらしいんですよ、そういうやつが。うん、まあこういう話です。で、特にこの後は何もないわけで、とにかく学校に行ってるはずの私がベッドで寝てるっていう、ちょっと変な話ですね。今回はちょっと非常に早い話です。もしもこのことにしてる人がいたら、ぜひコメント欄に書いてください。今回はまあこういう話です。もしも、とか何それ怖って思った人は、まあ高評価。じゃ、もしもこの話が怖かったり、うわってなった人は高評価。もしもまあこの話が別に怖くねえじゃんって思った人は、バッと、とにかくお願いします。では。